さあ、やっていきます。テートの長い一日の第2話。第2話。その2ですね。その2やっていきます。しかしね、初っ端いきなり戦闘パートなのでね、これをどうするか。どうするか、これを。まあ、戦闘パート的なね。この厳重な、ただね、今回は天武の力のお披露目なので、ある程度見せていきたい。今日は問屋がおろさぬぞ。戦闘パートはちゃんと声がつくんですわな。BGM はないけど。BGM ついた。お前たちがここへ戻ってくるなど、戦国お見通しじゃ。そう。まあそうか。目撃。クソ、こんな時。お前たちのような単純なやからは。左目にダイヤみたいなの入れてるけど。計算しやすい。それ義眼になってないのでは。そんな付け焼き場の漁師家中でやってくるなど愚のこっちょ。なんでこの人たちは陸軍と手を組めているのだろうか。この怪しい連中が。わしの前に屍を晒せやよい。おせえ。たっぷり時間使っとるの。いつもお前の計算通りにことが運ぶと。いつもお前の計算通りにことが運んでないんだよな。目次の計算キャラって大体計算通りにいかないよね。そういうあれでしょ。鉄壁の防御を誇るというこのいきなり説明書になってるけど、めっちゃこれをボイスで聞くことすると多分すごい長いんだろうな。ほほほ、わしの計算ね。わしさんの計算が結構あんまりしっかりしとらんというか。加山を信じて突撃すればいいんだろう。ででん。この位置から見るとかっこいいんだけどな、テンプね。カバウはもう全部さくらくんね。全部さくらくん。隊長命令はすべて風のごとし。早きこと風のごとし。要はここまで行けばいいんだから、これの国旗法ってのはどう動くかだな。ちょっと避けつつ行くか。いや反撃というものはないからな、桜大戦に。いや、やっぱ先に行こう。どんどん行こう。待機防御、こういう戦いでさ、一体一体敵を倒しながら行くっていうのはさ、まあアニメとかじゃないよね。そんなアニメっていうか物語ではないよね。ここはあえての突撃。大神将尉突貫します。ひたすら食らうだけよ。ひたすら食らうだけ。反撃などない。ただまあ大して効きはしない。いや、もうどんどんこの謎ミサイルを食らいまくりますね。謎ミサイルを食らいながらもひたすら前に進んでいく。その姿美しい。いやダメージ大して効いてないけど、大して効いてないけど効いてる。じわりじわりと効いてる。そして大神ばっか狙ってる。さくらくんにかばうした意味よ。弱いところを狙ってきている。さくらくんの好感度もそんなに高くないからさ、合体攻撃も使えないしさ。頑張ります。どうすりゃええんじゃ。
加山が仕事しとらんから前にも行かない。隊長命令。あ、通信間違えをしちゃった。このヒントなら、テーブルの力過信しすぎじゃないか。椿ちゃんのあれなら、椿ちゃんのコメントなら、頑張れるかと思ったけど、ろくなあれではないか、ろくなアドバイスではなかった。通常攻撃、E 型オツ。かっこいいね。まあまあかっこいいから困る。これほどの力とは。なんですごい漁師かっちゅうなんだ。通してもらいたいのは山々だが。山々だが。頑張ります。山々ではあるが、壁が壊れない限りは前に進めないんだよな。あー、覇者牽制丘なんちゃらも、同じ刃のあのなんていうかな、残像の跡なんだが、みんな助けることができるって言ってるけどさ、言ってるけどさ、まさか目撃は二人になられるのか。やめろー、やめろー、あいつは卑怯だよ。大神ばっか狙いやがって、大神ばっか狙いやがって卑怯だよ。さくらくん狙えよ、カバーしてるんだからさ。カバーしてるんだからさ、一向にさくらくんが狙われない。スパロボみたいにね、なんか気合があれば、気力というものがあればな。カヤバはまだなのか。あ、仕事した。やるやんけ。どうしたというのじゃ。ははは。カホは寝て待てだな。あの火力と射程はかなり強力だ。分かっている。それぐらいのことは分かっているよ。口木さん、あなた。ザコがいくら来たところで、ザコを振り払っていけばいい。攻めること、早きこと、風のごとし。うおー、そういうこと。機動兵器国旗砲、先にこれを始末する。なんだって、なんて。あ、強い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 、あ、強い。やりましたね。あ、どっちがいいかね。ここでまとまっとく方がいい気がするね。これは作戦必殺目撃を、目撃を必殺でカバーがあるから。覇者牽制、百花聖砲。百花聖砲、聞き覚えのない技ですね。聞き覚えのない技だった。百花聖砲。それじゃ一気に行こう。危ねえ。油断すなじゃないわな。テンテラリラリン。おう。ん？ファンネルみたいなのが出てきた。こいつもニュータイプか。よかった。これがカバーの力。人間
目撃の必殺は何？ファンネルにエネルギーを貯める的な？ほほっ、おかみさん死んじゃう。ファンネルにエネルギーを貯める的な、そういうやつだっけ？おかみさん死んじゃう。ほう。ありがとうございます。で、これが怖い。これが怖い。いや、でも、なんとかカバーで OK。いや、ギリギリだね。ありがとうございます。ギリギリの戦いしとるね。死ぬ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 。回復。まず一回回復しとこう。その上で、あえて、作戦は、火で。タウね。タウ。あ、し、え？あ、そうか、回復したから。バカっすか。バカしたー。円空。大神さん。失敗したね。まあ。そんなに悪くない手だったような気もするね。食らうもの。桜大戦2、大神の必殺技とかさ、需要あるかな、動画的に。単体で上げてみようかな。ピョン !1! かわいい。クソザコダメージかわいい。とにかく大神狙われるからもう、奥に、奥まる。奥まっていく。出会い。こいつ弱くないか？目撃弱くないか？計算キャラの追い込まれた時に言いがちなセリフ。そっちに逃げれるんかい。いや、ダメージが弱え。いちいち弱え。囲まれてるな。厳しい。また何でしょう。オッケーオッケー。ピピピョン。さあ、これ試されますね。作戦が試されるシーンが来た。回復か。ここで回復するか。これ回復するんなら体調命令を一旦山あたり戻しておいた方がいい気がするな。一旦回復。あ、ここに行けるんか。回復しなくてよかった。作戦ミスりましたね。うん、2人で2回切っとけば、火で2回切っとけばもう終わってた。ほら、あー、失敗した。
敗しました。この一ターンも余裕だったね。余裕、この余計だった。この一ターンも余計だった。戦闘パートナー、どうすっかな。戦闘パートをね、ダラダラ上げるのもね、よくねえとは思うんだけどね。誰も見ねえよと思うんだけどね。カット編集する時間ももったいないしな。どこを切り取ってどこを残せばいいのかがわからん。こうやってずっと喋ってるし。なあ。一応大神必殺はいけるね。これで肩つけさせてもらえますか。ピピピョン。よし。行こう。大神の超必殺で。超必殺で。攻めること、火のことし。よしよしよし。ここ一発。一発必殺はね、お見舞いして、それでもってこれを、個別にまた動画上げてみようか。伸びるから。黙っときますね。あれどうだっけ、なんか大神って技変わるんじゃなかったっけ、あの高波動とか何波動によって。これ三人成功はもしかして高波動が高いからこうなってる可能性があるな。それにしてもほんまよ。お前には理解できないだろう。俺たちは離れていても心は一つだ。どんな時もみんな一緒に戦っている。早く喋って。早く。このもうあのしょぼしょぼ声でさ、ちゃんと届いてんのかな。二人会話できとんのかな。まあまあ距離あると思うんだけど。はよなくなれ。たっぷり時間を使ったな今。たっぷり使ったな。計算では人の心を動かすことはできはしないんだ。大神さん急ぎましょう。みんな、まあ、分からんけど、計算でも人の心を動かすことができるかもしれん。倒したは倒したけどもなかなか。なかなかたった二人にやられる、なんか四天王の一ボスってどうなんって思ったりする、思ったりもするけれども、はい、ということで、はい、ということでね、ちょっと一瞬動きが固まってた。ここまでにしますか。戦闘のみパートってどうなんだろう。もういいや、戦闘のみパートとしてもあげちゃおう。あげちゃおう。てんてんてんねん、てんねんねん。はい。オッケー。今回はこういう感じですね。需要なし。物語進まず。あ、進んでるけどね。ちゃんと目次という中キャラを倒す、中ボス倒すみたいな感じで。一応進んではいるけどね。気力充実さくら。OK。ここまでにしまーす。パンパンパンと上げていくのでね。またお待ちくださいませ。ほんでまた。